田原の勝利により北条は滅んだ。天下はついに秀吉のもとに統一された。やがて秀吉が死ぬと家康が台頭、征夷大将軍の任につき幕府を開く。だが徳川の世に異を唱える豊臣家が真田幸村をはじめとする浪人を集め大阪城に立てこもる。家康は乱世に幕を引くべく大阪城を包囲、半蔵も家康を守る影として参陣していた。間もなく照らされる太平の光、その光に消される運命を知りながら半蔵は最後の戦いに向かった。乱世に生き太平に消える、それが宿命。第5話、大阪の地、影は闇に住む。戦国乱世、この一戦にて終わらせるのだ。幸村さえ撃たば真田丸は落ちる。半蔵、よし、敵を十分に引きつけて仕掛けよう。攻撃開始。進め、真田丸は奪うのだ。
勝打ち取った。
真田の戦を天下に示すまで家康公の首我が槍でもらい受ける。守りを固めろ。この身が果てようとも信念を貫くのみ。心を切る刃、その信念ごとほふる。思いで力弱いが消える。それが定め。いや、守る秀吉の家主を止めねえぞ。俺が無念。若君、家康に届かなかったか。討ち死に。敵なし。お見事。影に敵なし。お見事。目とは全ての敵を殺す。伊賀で我らを救いしこと。してないよ。そんなこと気にしてるの。バカだね。影に沈め。やめる。お前様、みんな、今。半蔵は優しいね。戦国の荒ぶる魂たちを送ってるんだね。喋るな。もういいよ。乱世の闇がほら開ける。ほら、東からあんなに明るくなって。傷に触る。私たち闇のものは眠る時間だよ。